東アッティカ県は、ギリシャ共和国のアッティカ地方を構成する行政区の一つ。アテネの首都圏に含まれ、アテネ国際空港はこの県にある。アッティカ県の東部及び北部を占める。県とパリには、アテネから北北東へ約 13km の距離にあり、アテネから連誕する市街の一部を構成している。アッティカ半島の先端部に位置しており、県の北、東、 南は、エーゲ海に面する。県域には、北アテネ県のペンデリ市が入り込んでいる。県北西部のアハルネス市域には、アッティカの最高峰である、パルニタ山が、県北西部に位置する。山や、丘陵の多い土地であり、海岸線も起伏が多い。マラトナス周辺の沿岸部には、広い平地がある。また、マラトン西方には、人造湖マラトン湖があり。 アテネの水が目となっている。人口1万人以上の都市には以下がある。アテネから北北東へ約1 3トルの距離にある県とパリニや、アテネから北へ1 2トルの距離にあるアハルネスなどはいずれもアテネから連帯する市街の一部を構成している。東アッティカ県の自治体とアッティカ県は以下の自治体から構成される。面積の単位は経平方メートル。 人口は2001年国勢調査時点。現在の東アッティカ県の地域は、かつてアッティカ県に属する行政区であった。カリクラティス改革に伴い、地方を構成する行政区となっている。下表の旧自治体名欄で印を付したものは気のついた。それ以外はディモス。成長所在地欄で太字になっているものは、新自治体の成長所在地となったものを示す。 高速道路 A6 号線のアテネ国際空港インターチェンジアテネ国際空港、アテネから北へ向かう主要な交通路は、本県の北西部を通過する。アテネ首都圏とテッサロニキを結ぶ幹線が県内を通過する。スヒまたりの東の井ノ井駅で、ハルキダに向かう支線が分岐する。ありがとうございます。